寺島由紀がお送りする「基礎関西英語」3838は大事ですよいきますよ。文系統治っていうのを、えー、やりたいと思います。 日本語っていうのは、助詞というものがあるので、トーチ、ひっくり返るのってご自由なんです。昨日私は彼とラーメンを食べに行った。私は昨日彼とラーメンを食べに行った。昨日ラーメンを食べに行ったのは彼とだった。彼とラーメンを食べたのは昨日だった。なんか好きに移動できるでしょトーチ、ひっくり返り。 でも、それは和とかがとかのとかがあるからできるの。英語の場合はそういうのないから、もう決まってんの。この5個のトーチひっくり返り方しかないの。で、これ、1回、精、えー、読の中でもやってるんだけど、ちゃんとポイントとしてまとめておきましょうっていうのは今日のテーマです。えっ、ー、と、順番にいきましょうか。M っていうのは、モディファイヤー。モディファイヤー。ね、就職語っていうんですけど、簡単に言うと SVOC のどれでもないやつってことです。で、SVM は MVS にひっくり返ることができます。 SVC は CVS にひっくり返ることができます。というふうにこう並べました。書き間違いないで、こっちは OSV ですからね。まあ、書き間違えないでいただきたいんですけど、で、この中で、この1番目と2番目は、はい、集中して、1番目と2番目は、もしこれが代名詞だったら、この統治の形が少し変わります。 わかかりますか、えー、と代名詞の場合はここが msv csv っていうふうになりますのでちょっと例文出してみましょういきますよ The boy is happy svc ですね The boy is happy その子は幸せはい行きましょう The boy is happy ひっくり返しますよ Happy is the boy 何の問題もないですただもしこれが代名詞代名詞というのは he とか she とか i とかですねじゃあそれ he is happy ね。彼幸せ。じゃあ、それをひっくり返すと、he が代名詞なので、csv になるので、happy he is ってなるってことですね。えー、これが今青で書いたところです。そこまでいいですかで、続きまして、これ。svc が cvs になるやつで、ちょっとまあ書いてください。 S, s is such that っていう熟語があります。これは結構有名でいろんな参考書に載っています。例えば、彼女の失望は大変なものだったので、突然涙したとかさ、ね。s は大変なものなのでっていうそういう表現がまずはあります。で、この熟語ってよく見ると、これ主語、これ動詞、で、such っていうのは、そのようなっていう意味の他に、大変なものっていう意味があるんですよ、これ。これで大変なもの。 ね。よく見るとこれ SVC なんです。そうですね。えー、合語同士でサ知チが大変なものっていう C です。で、ザットが続いてるんですが、この熟語を使うとき 99.、99.9%統治して使います。別に統治して使わなくてもいいんだけど、統治して使います。そうすると、統治するとこいつが前出るんで、ピヨン。だって、そうでしょ。SVC は CVS にできるんだから、こっち前出て、 この赤い形をね、えー、しっかり覚えておいてください、えー。意味は全く一緒です。S は大変なものなのでの統治バージョンですね。この熟語はやたらと統治されますから、まあ、普通の統治とは違って、あの、熟語が統治されるって珍しいんで、えー、これはしっかり押さえておいてください。いいでしょうか。さて、えー、そしたらですね、一応このことが分かりましたよっていう状態になって、まあ、ひっくり返りを覚えなきゃいけないけどね。 その段階で問題を見てみたいと思います。それでは問題をお願いします。ドン。さて。もういきなり言っちゃいますけど、答え,さえサッチです、これ。じゃよく見てみましょう。ここにサッチを入れます。サッチ was Linda's disappointment that. はい。えー、CVS で C のところにサッチが来ています。さっきのやつですね。S は大変なものなので、ですから、 Linda's disappointment.Linda のがっかりは大変なものだったので、で、ちゃんとざっとあって、she burst into tears. 突然涙した。burst into.burst into は突然何々するです。えっと、burst out ing これも突然何々するです。で、えー、意外とこれ区別ちゃんとついてないんで、burst into 名詞。突然何々するです。これ2つ。 だから、これ、burst into なので、ここに tears 涙っていう名詞が来てるんです。ね、突然涙した。こっち使ってますねで。もし burst out だったら ing なので、まあ、突然泣いたとかやりたかったら burst out crying とか、じゃあ、突然笑い出しただったら、こっちは ing だから burst out laughing ってなるし、こっちだったら burst into laughter ラフターっていう名詞ありますからね。笑うの名詞形笑いです。 まあ、バーストアウトとバーストイントは覚えておきましょう。え、もう一回。リンダのがっかりは大変なものだったので突然涙した。まあ、そんな文です。さてみんなは今日これ。これができるようになったら、今日のこと完璧に分かったことになります。やってみましょう。まず、目の付けどころはですね、この worthy って単語、worthy。これ覚えてほしいんですよ。で、知らなかった人は覚えましょう。例えばさ、 美しい、beautiful, 小さい、small って見た瞬間に、形容詞だって知ってますよね。ね。知らなかったら知ってください。ね。えー、小さい、美しい、いまあ小学生的に言うと e で終わるのは形容詞ってやってもいいけど、まあ、要するに、まあ、small も beautiful も今まで形容詞で使ってきたじゃないですか。ね。で、新しく覚えましょう。これ was, これ t, y なくて、y、はい、なくて、was で終わったら、前置詞なんです。だけど、 わーぜーってなったら形容詞だってことは知ってください。今日知ってください。知らなかったら今日知ってください。とてもよく出てきます。これは形容詞なんです。そのわーぜー、be w a s t h e of っていう熟語もあるけど、後ろオブね。それもあるけど、わーぜーという単語は左側に何がついてもわーぜー e と終わってる瞬間で形容詞だ。これは決まってるんです。さて問題です。形容詞って何と何ができるでしょうか名詞にかかるか保護になる。名詞にかかるか保護になるです。さあじゃあ名詞にかけてみましょう。 こっちにはかかるものがありません。こっちは全知詞です。はい。どっちにもかかることができません。ということは、名詞にかかるか保護になるということは、誰が何と言おうと、あなたがいくら嫌だと言っても、あなたがいくら嫌だと言っても、これは、名詞にかかってなかったので、C になるしかないんです。さて、文の先頭が C で始まる文なんてあるんですかはい、お願いします。 ちょっと汚くなるけど全然気にしないで、えー。文の先頭が C になる文章なんてあるんですかはい、いくよ。ダメ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 。あ、ダメ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 あったダメ。ほら。もう答えこれで書くしかないって決まってるんですよ。文の先頭が C って決まったんで。はい、こっち。はい、そしたらこれ、In Recent Years。そしたら CVS にするので、これ、この後、こう来て、 こう来こることがもう決定しました。もう決定しました。代名詞でない限り。さあ考えてみよう。いや確かに難しいと思うよ。難しいと思うけどこれができるようになったら、統治は完璧です。いくよ。has been, 動詞 the increase, s 残ったのは インインカム収入における増加。収入における増加。あとはアンドバイ後ろ、妻にかかるからな。妻によって稼がれる収入。そうすると、これがこうなる。これ、妻、はい。妻によって、これ稼ぐって意味ね。稼がれた収入の増加。ほら、できた。 C, V, S, 統治で、まあ、後ろからかかりはあったけどね。そうでしょだから、このことちゃんと分かってれば、解けるようにできてますから、並び替え問題でも、どんな問題でも。あともう一つ。これ、何のために統治するかっていうと、強調のためです。普通に書いときゃいいものをわざわざひっくり返すってことは、その人が言いたいんだよっていうことなんです。それでね、 この間、ちょっと大学名言えないんだけど、えー、有名な理系の大学にちょっと呼ばれたんですよ。で、呼ばれて、あの、論文の書き方を教えてくれっていう、そういう講義でこうやってきたんですよ。で、その時にね、私が言ったのは、論文の中であなたが一番強調したいところは、投資で書きなさいって言ったんですよ。だってそうでしょ。普通にダラダラ書いてたら、どこを注目していいかわかんないけど、自分はここが言いたいんだと思ったら、ひっくり返しと、これ順番変えとけば、えなんだこの文って、ネイティブスピーカーでさ、一回止まるから、ん って思うからそこが強調になるからそれをうまく使いなさいっていうお話をしてきましたけど、えー、大学生になってから論文とかを読んだり書いたりするときも非常に大事な項目なのでしっかりと押さえておいてください今日は特に面白い話がなかったのがとっても気にこないかもしれません,んーですがまあこういう真面目な会があってもいいんじゃないかなとただ最後の終わり方だけはとっても面白く終わりたいと思いますそれでは、えー、<laughs> やっべえハードル上げるとはまさにこのことだ えっと、<laughs> <laughs> <laughs> that'll be a l for today. <laughs> ここまでのお相手は、寺島、よ<や>し,しってどうやのし、s?s? し、き、<laughs> でした。いや、絶対使われないな。終わろう。